どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は東京から郊外に引っ越した理由としばらく動画を上げられていなかった理由について説明したいと思います。はい、じゃあまずは引っ越しのお話からしたいと思います。もともとはですね、私は東京に住んでいました。で、東京の中でも何箇所か引っ越しをして、住むねアパートを変えてました。東京のね、山手線で言うと山手線の東側に住んでいた時期もあるし、西側に住んでいた時期もあります。で、ただですね、今私は東京には住んでいません。東京から郊外にですね引っ越しました。東京に住んでいた期間というのはだいたい5年間ぐらいです。青年海外協力隊としてパナマから日本に帰国して、その後ね、日本と海外 の往復するような生活だったんですけれども、拠点を東京に置いてね、ずっと東京に住んでいました。たまにね、私の実家が長野県にあるので、私が長野県に住んでいるというふうに勘違いされている方もいるんですけれども、私はですね、たまに実家に帰ることもあるんですが、ほとんどの時間を東京で過ごしていました。今はこちらの新しい部屋に住んでいるんですけれども、完全に引っ越しが終わったのは本当に数日前です。またいつかね、別の動画でルームツアーみたいなことをね、やろうかなと思っているので、今回はね、ちょっと部屋の説明を抜きにして、なんでね、引っ越しをしたのかという話をちょっとしたいと思います。その理由は3つあります。まず1つ目はですね、私が以前住んでいた東京のアパートというのは非常に狭かったんですね。部屋自体も狭いし、ベランダがすごく狭かったんです。なので、もっとね、家庭菜園とかベランダ菜園をやりたいなと思って引っ越しをすることに決めました。で、前回住んでいたね、東京のアパートのベランダどれぐらい狭かったかというと、今ですね、ちょっとこの辺に写真を載せたいと思います。こんな感じでですね、かなり狭いスペースでした。どれぐらいだろうな、奥行きが1メーターぐらいで、幅が3メートルぐらいかな。ほんとね、それぐらいしかないスペースだったんです。で、しかもね、それが東向きだったのかな。東向きだったので、あんまりね、日当たりも良くなくて、朝はねしっかり光が当たるんですけれども、もう昼ぐらいからはね、影になってしまって、全然直射日光が当たらないという環境でした。そういうね、非常に狭くて日当たりが悪いという、結構ね劣悪な環境で私はずっとベランダ菜園をやっていました。でね、その環境でベランダ菜園をやっていると、やっぱりね、うまく育つ野菜もあるんですけれども、うまく育たないものもあるんですよね。例えば過去のね、動画の中で私はジャガイモの栽培に失敗しましたという話をしたんですけれども、あんな感じでですね、ジャガイモはね、あんまりうまく育ちませんでした。で、それからね、そのジャガイモを育てていた時にも、他の野菜を植えたいからジャガイモがまだ収穫期ではないのに収穫しなければいけないと、そういうね、スペースがないということが原因でうまく育てられない、そんなこともありました。ただその狭いスペースなりにいろんな工夫はしていて、できるだけ小さな容器で栽培をするとか、あとはね、物干し竿から植木鉢を吊るして、こう立体的なね、栽培をして、狭いスペースでもいろんなね、野菜とかお花とかそういうものをね、育てるようなことをやってました。で、ただですね、もういい加減いくらなんでもこれは狭すぎるだろうというふうに感じてきまして、もっとね、広いベランダとか、もしくは屋上が使えるとか、庭がついているとか、そういうね、物件に引っ越そうと思って、そういうね、ところを不動産屋さんに行っていろいろ探しました。で、実際ですね、今はそのね、家庭菜園をやるスペースがかなり広く取れる部屋に引っ越してきました。その辺の話はね、また別の動画でご紹介しようかなと思います。なので、これからね、ますますベランダ菜園とか家庭菜園をね、やっていけると思います。はい、それから2番目はですね、コロナウイルスの影響で部屋にいる時間が長くなったからです。今ね、まだ日本だけではなくて世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。その影響でですね、私に限らず皆さんもこう外出をする機会が減ったりとか、自分の家で過ごす時間が増えていると思います。私も皆さんと同じように部屋にいる時間が非常に長くなったので、せっかくね、あの部屋にいるんだったらもっと快適な部屋に住みたいなというふうに思うようになりました。で、このように思う方というのは今すごく増えているらしくて、不動産屋さんにちょっと相談に行った時も、今は新型コロナウイルスの影響で部屋で過ごすことが多くなったので、広い部屋に引っ越したいという方とか、東京から郊外に引っ越したいという方、そういう方が増えていると、そのようにおっしゃっていました。なので、
このね、チャンネルを見ていただいている方の中にも、コロナの影響で引っ越しを考えたりとか、実際に引っ越しをされた方もいるんじゃないかなと思います。私は東京でかなり狭い部屋に住んでいたので、もうちょっとね、広い部屋とか、部屋の数が多いところに引っ越したいなというふうに思って、郊外で部屋を探すことにしました。それから3つ目の理由というのは、自分の生活とか仕事を考えた時に、東京に住む必要がないなというふうに思ったからです。今まで私が東京に住んでいた理由というのは、例えば仕事の打ち合わせが東京でやりやすかったりとか、あとは成田空港と羽田空港の両方にアクセスがいいので、海外出張とか国内出張の時に便利、そのような理由がありました。それからもちろん新幹線やバスも東京から各方面に出ているので、交通の便が非常に良かったんですよね。いろんなイベントとかお店も全部ね、東京に集まってきているので、そういう意味でも東京に住んでいるのはすごく刺激的でした。ただ東京に4、5年住んでいると、ちょっとね、自分の趣味とか生活を振り返った時に、あんまり東京にいる意味がないなと、そんな風に思いました。例えば、東京でね、いろんなイベントが開かれるんですけれども、私はあんまりそういうイベントに行かないタイプであると気がついたりですとか、あとは例えばね、飲み屋さんとかたくさんあるんですよ、東京って。もちろん各地方にもあると思うんですけれども、すごくね、全国からいろんなお店が集まってます。で、私はお酒を飲むのは非常に好きなんですけれども、あんまりお店ではね、飲まない派になったんですよね、最近。もうずっとね、お酒を飲むとしたら、家で、一人で飲んでるんですよ。なので、一人で家でお酒を飲むのであれば、わざわざ東京にいる必要ないなと、そんなことも思ったりしました。それから仕事の面で言うと、新型コロナウイルスの影響で出張の頻度が減ったんですよね。なので、わざわざ成田空港と羽田空港にアクセスがいいところに住んでいる必要がないなというふうに思ったり、例えばね、新幹線とか高速バスとか、そういうのの都合に合わせて東京に住む必要があんまりないなと。それから仕事の打ち合わせに関しても、今まではもう対面で打ち合わせをするというのがもう当たり前だったので、私の会社のオフィスにお客さんに来てもらったりとか、逆にお客さんのオフィスに私が出向いて打ち合わせをすると、そういうことをもうずっとやってきました。ただ今はもうそれがね、お互いにもう新型コロナウイルスの感染予防のためにやめましょうというふうに話になっていて、打ち合わせは全部テレビ会議システムの、ズームと言われているものを使ったりして、遠隔でね、もうパソコンを使って自分の家にいながらやるようにしています。これはですね、もうほとんど全ての会社がこのような対応になったので、そうであればわざわざ東京にいなくても普通にね、郊外に住んでいても何の影響もないなと、そのように考えるようになりました。はい、今話した3つが私がね、東京から郊外に引っ越した理由です。で、もう1個ですね、今回は皆さんにお話をしておきたいなということがあります。それはなぜここ1、2ヶ月ぐらい私が動画のね、公開はあまりできなかったのかという話です。これについても理由は3つあります。まず1つ目は、新型コロナウイルスがある程度落ち着いたことで、私のメインの仕事の方がですね、ちょっと忙しくなってきたんですね。なので動画を作成する頻度をちょっと落とそうと思いました。それから2つ目は実はこの引っ越しが関係しています。引っ越しをすることになったので、ちょっと動画が作れなくなったんですね。で、これどういうことかというと、引っ越しをするって決めた時に、そこでちょっと困ったのが、もうベランダとか室内に大量に植物があるじゃないですか。私は野菜とか観葉植物を大量に育てていて、これどうやって運んだらいいんだろうってなったんですね。で、引っ越し業者の方にちょっと聞いたんですよ。もう大量に植物があるんですけどっていう話を。そうしたら、基本的に引っ越し業者としては、植物の運搬は行いませんと、そういうものは受け付けていませんっていうふうに言われてしまって、ただ保険の対象外ということを理解していただければ一部は運べますっていうことだったんですよ。どういうことかというと、運んでいる最中に植物の枝が折れてしまったとか、植物が枯れてしまった、そういうアクシデントが起きたとしても引っ越し業者としては何も対応できませんということなんですね。で、それはもう別にいいなと思ったんですよ。引っ越し最中にね、別に植物に何か多少ね、ダメージが起きてしまってもいいかなと思いました。で、ただですね、植物って重ねられないですよね。段ボールとか他のね、なんか鉄でできたものだったらどんどん積み重ねてトラックで運べると思うんですけれども、植物は
この積み重ねるということができないので、あまり植物が多いとこれまた引っ越しができないと、トラックがもう一台必要になりますみたいな、そういう話になったので、引っ越しをしようと思った日からもう新しい植物を育て始めるのはやめなければいけなかったんですよ。なのでこれまでですね、私は動画でこういろんなね野菜を育てる方法をご紹介してきたんですけれども、そういう動画を作れなくなってしまったんですね。その新しい動画作って、例えば野菜の種をまいたとしても、それを引っ越しで運べないと、そんなことになってしまうので、これはちょっとしばらく動画作れないなと、そんなことになってました。なので最近アップした動画を見ていただくとですね、こう新しい植物を育てるという動画はもう全然なくて、過去に育てた植物の今の生育こんな感じですっていう風にね、そういうのを紹介する動画をちょっと最近はですねアップしてました。でただ今回ね、引っ越しがもう終わったので、これからはですね、こう思う存分新しい野菜をね育てたりとか、観葉植物を育てたりとか、もしくはねなんか水耕栽培をやったりとか、ちょっと今までにはないね、いろんな動画を作れるんじゃないかなと思います。で実際ね、ここにある棚とかこの辺の観葉植物とか、こんな感じでですね、前回住んでいた部屋から持ってきた植物は今こんな感じでこう元気に育っています。はい、それから3つ目の理由はですね、これも新型コロナウイルスの影響なんですけれども、一度ねコロナ騒動がこう収まったと思うんですけども、やはりねこう第2波が来て、もう一度ですね、今非常にこう日本だけではなくて世界中ねえらい問題になってます。この影響を受けてですね、私のこう移動がね全然できなくなってしまったんですね。もともとはこのコロナがねある程度落ち着いた時期には、私はね東京から実家から長野県にこう通ってですね、実家の農園とかビニールハウスを使って、そこのね栽培の様子を皆さんにいろいろご紹介しようと思っていました。6月ぐらいかな、その時にはねトマトとかイチゴとかね、ビニールハウスでの様子をいろいろ動画でご紹介しましたよね。あんな感じの動画を撮ろうと思ってたんですよ。ただ、そこからですねコロナの感染者数がまたどんどん増加していきまして、それに伴いですね、こう東京に住んでる人が地方に行くというのはあまり良くないと、このね人の流れがこう感染をどんどん拡大させてしまうということで、できるだけですね、もう緊急の用事ではなければ私は移動しないということに決めました。なのでその影響もあって、私はあれ以降実家には一度も帰っていませんし、ああいうねビニールハウスとか畑を使った動画を作るということが全くできなくなってしまいました。でこれはですね、もうコロナの影響があるのでもう仕方ないことかなと思います。今ねこう無理して動いて私自身がコロナになってしまったりとか、もしくはね私が感染源となって他の人に移してしまったら非常に申し訳がないので、ちょっとですねしばらく移動については極力控えようかなと思ってます。ただね、まあ、どうしても移動しなければいけないという仕事とかもあったりするので、そういう場合にはですね、もうできるだけ感染予防に気をつけて移動をする予定です。今回ご紹介した通り、私はねこう新しい部屋をゲットしましたので、これからですね今まで以上に面白い動画を作っていけるんじゃないかなと思っております。では今回の動画面白かった、役に立ったと思ったらぜひねよろしくお願いします。質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園に関係する動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。暑いっすね最近は、すごく。なので皆さんも熱中症には気をつけてください。空調ウェアの動画を何本かアップしているので、ぜひねそちらも使ってみてください。ただね空調ウェアを使ったからといって必ずね熱中症を防げるというものではないので、水分補給をしたりとか、あとは休憩をねしっかりとったりとか、暑い時間帯はね屋外に出ないとか、ちゃんとねクーラーが効いている部屋で過ごすとか、そういうことをね気をつけてください。私はですね先ほどまでこの部屋クーラーを使っていたんですけれども、ちょっとクーラーの音がねマイクに拾われると嫌だなと思って、さっきね電源オフにしたんですよ。そのせいで今ねもうめちゃくちゃ汗をかいてます。すごい汗をかきながらこちらの動画を撮りました。はい、ちょっとまあ最後は余談だったんですけれども、皆さん熱中症には気をつけてお過ごしください。ではまた。